いえいえ、子、yeah, yeah. 者どうだ行かれた兄弟 WGTV。えー、今日は2020年の1月13日、成人の日なんですね。成人式した人とかもいたのかな。まあ、なんか今日は、えっ、ー、と、祝日なんでね、えっ、ー、と、子供たちを遊ばせたりとかっていうのを、まあ、普通にパパでしてたんですけど、ね、成人の、 ななった人ととかかもいいるのかなおめでとうございます俺もね成人してるけどね大人なんだかなんだかちょっとよく分かんないんですけどね前回のあのラップをしたいけど何からしたらいいか分かんないみたいのがまだちょっとあの全部全然答えられてないぐらいねみんなから結構いろいろ質問みたいの来たんで答えたいなーって思うんですけどフリースタイルかから始めるのは間違いですか全然間違いじゃないと思いますよ俺はね 最初リリックを書くことから始めましたね,もうね。フリースタイルは本当に最初全然してなかったです。あのそういうシーンじゃなかったし本当にフリースタイルできる人っていうのはあのごく限られた人たちだけそういう人たちってすげえなーみたいな。やっぱりねあのリリックを書いて曲を作ってそれをライブで、えー、とキックしたりとか披露するっていうなんか普通にそういう。 時代でしたね俺らは今の時代だったらもうほんとフリースタイルから始めると全然いいんじゃないですかフリースタイルをするとやっぱ頭の回転っていうのが速くなったりすぐ韻が出てきたりっていうのをあの癖になるし言葉を書いてたりとか離陸リリ書いてると、まあ、フリースタイルにも生きるし曲でもね使えるしっていうのであの両方全然いいと思いますよ。 でえっと、興味あるけどどんな感じで一日過ごすのかよくわからないです。他にもわからないことだらけです。ほ本当に人それぞれだけどあのさあラッパー目指すからあの今やってることじゃあもう全部やめようとかそういうのは俺はおすすめしないですねあの。今やってることっていうのを続けながら空いた時間あのリリック書いたりとか曲を作っていくっていう。 そういういのをおすすめしますねあの。特に俺ぐらいの,あの年代になってくるといろんな家庭もあるしあの仕事しながらこのシーンにまだねいる人たちっていうのは当にいっぱい俺知ってるんでそういう人たちの付き合い方っていうのはあのずっとねヒップホップラップとあの付き合っていける付き合い方だなって俺も思うから。 まあ今のうちからしっかりともしもね自分に好きな人ができて子供ができてじゃあでもラップで成功してないからね成功してやる絶対って分かるけれどもちょっとそれはねあのもしじゃあ成功できなかった時のこと考えてないっつってやってるかもしんないけどどうやって食わしていくんだってそういうのもちょっとね考えるとやっぱり一つの仕事をしてたりとかまあ学生だったらしっかりとあの部活があったりとかするんだったらそういうのをね最後までやり遂げて あのやりながらでもあのできることあると思うんでやってほしいなって俺はあの若い子とかにはそういうふうに言うようにしてますねうんでもそれはもうほんと訓練しかないからねわかりません韻の踏み方とかも、えー、本番頭が真っ白になりそうですまだやったことないのかなうんもうこれは全部経験ですねどうやったら歌詞をかっこよく書けますか生き様まを表しながら韻を踏むとか うんなんか分かってるんだったらねちょっと書いてみてっていう感じでちょっとねそれは見てみないとわからないかな <laughs>、えー、が踏めないいですコツを教えてくださいうーんまず陰も分かってんのかな陰は誰でも踏めるものなんじゃないかなって思うんだけどなあの母音を合わすってことなんでね、うん、みんな陰の踏み方分かんない人ちょっと多いね 音源の基本的な作り方が分かんないです。ああ、こういう人もいっぱいいるんだね。あの前回のでも教えたんですけど、大体まあサビが最初に来るか、ラップの方が先に来るかっていうのは、その曲の,あの音とかに合わせたりとかいろいろあるんですけど、基本的には、えっ、ー、と、16、8、16、8、16、8みたいな感じで構成されてますね。16がラップで、8がサビみたいな。まあ、全然あのそれを基本 守んなきゃいけないなんて音楽のルールはないんでね。えーとね、サイモンさんのラップ好きですよ。ありがとうございます。えーとね、え僕です。とりあえず UMB に出るつもりです。あとリリックは書いてるんですけど、ビートは作れません。うん。別にそんなビートね、あの作れなきゃいけないわけじゃないし、うん、周りにいいビートメーカーいたりとか、それは全然いいんじゃないかなと思いますけどね。どうしたら陰を踏めるようになりますかフリースタイルがしてみたいです。 でももこれもう普通訓練でですよねやろうとするしかないですよねラッパーになりたい憧れがありますうんそっかそっかまだラッパーラップをやってないんだけどいいなーって思ってるみたいなねやってみればっていう感じはありますけどねすごいのこれ興味ありますヒップホップとか好きですそう,、ね、うそういう感じなんだねああ今年からずっと夢だったラップをやろうとしてるんですがフックがうまくできません いやあのね、フックをね、ちゃんとかける人っていうのはやっぱりね、あの売れっ子になる可能性っていうのはすごい高いんですごい重要なとこだと思いますけど、フックが作れるね、周りにそういう人がいたりとかね、するといいと思うけど、フックはね、やっぱりそんな簡単じゃないんだよね。うん。何から始めるべきなのか、やっぱ最初はバトル出るべきですかいや全然そんなことないと思いますよ。 あのラッパーになるからバトル出るっていうのは今若い子そういうふうになっちゃってるのかな別にそんな全然関係なくて結局はやっぱり、あのー、曲を作ってみんなに伝えてそれをみんなにどう、あのー、感じてもらえるかっていうことが基本になってくると思うからうんね別に今思ってることを上手に言うだけがラッパーじゃないのでフリースタイルとかバトルみたいにね。 ちゃんと考えて時間かかっても歌詞を書いて伝えたいことっていうのを伝えてそれが人に響いたりとかね何か力になったりとか助けになるっていうのはすごいいいことだと思う俺は思うけどねラップ聴いてると嫌なこと忘れます僕にラッパーになりたいんですが何からすればいいですかうんなるほどねこういうのもあるんですね曲書いたりフリースタイルとか絶対にできる自信がありません弟子入りしたいぐらいですなるほど うん、まあ本当にねやってみないと分かんないけどね基本的にあのー、できそうとかっていうふうに思ってる人の方がなんかやっぱり実際やるっていうのはあるかなうんもっと自信をねいろんなことに持てない人なのかなそれとも他には自信があるけどやっぱラップには自信ないのか分かんないけど基本的にあのー、自分に自信を持って自分を信じること やっぱすごいヒップホップのねあのアティチュードでもあると思うんでぜひね自分を信じてほしいですけど僕の曲聴いてくださいとかねいっぱいありますけど一歩踏み出せてない人が多いねこれ見てるとねバトル出るのか歌詞書いてみるのかとかなんとか言ってるけどやってみりゃいいじゃんっていう風にね俺思っちゃうけど怖いのかなバトル抜きで音源だけで知名度を得ることって無理ですかとか全然無理じゃないでしょういっぱいいるでしょそういう人 10年近くラップしてて一度やめてしまいました。今更ながらまたやりたいです。いいじゃん。やればいいじゃん。髪型なんて言って切ってもらえますかとかって。全然関係ない話来てるけどね。俺はね、あの、スキンフェードにしてくださいって言ってんだよね。最近ね。横はね。あ、横と後ろか。うん。お、MacBook インターフェイスマイク等を買って自分で作る方法以外は何がありますかうん。あと、スタジオ入って、うん、違う。 ビートメーカーとかトラックメーカーと作業したりとかっていう感じなんじゃないのもうね自宅で卓録できるような環境あるわけだからでもこれの日々の積み重ねであのスタジオに入ったりするわけだからねもう最初は多分スタジオ代払って入るわけだからスタジオ代はねまあ、1時間いくらとかそういう感じになるからね早くいっぱい取った方がさあのお金もねあの安く済むしいいと思うんだけど。 えっと、ラップをやりたいです。そして、サイモンさんと曲を作れるようなくらい有名になりたいです。別に俺、有名じゃなくてもあの、かっこいいと思ったら一緒にやりますよ。頑張ってください。うんとね。ラップが上手くなりたいんですけど、まず何をしたらいいんですか結構ね、あの、いっぱい言ってます、それ。あの伝えてます。今だったらなんか、携帯のガレージバンドとかもあるでしょう。あれで多分、声も取れたりとかするし、まず携帯1台で全部できちゃうから、とりあえずね。 でもっともっとクオリティ高くしたいっていうなった時に別にパソコン使えばいいしでパソコン使ってるうちにもっともっとクオリティ高いあのことやりたいってなったらソフト買ったりとかプロツール使ったりとか、まあ、いろんなソフトあるからそういうのをねあの買ったりとかすればいいと思うんだけど本当にねあのネットとかでもいっぱい出てると思うよそういうのとお金なくて高いマイク買いませんマイクってやはり大事ですか 今ね、俺も検討中なんだけど、本当に大事だと思います、マイクは。えっ、ー、と、1本ね1、いいの買っちゃえば、もう一生もんなんで、マイクなんてね。だから、いいの買おう,うと思って、今ね、ちょっと聞き比べをね、しているところですね、俺は。まあ、買ったら、ちょっとまたみんなに報告でもしようかなと思ってるんだけどね、マイクは。でも、今、とコスパいいようなマイクとかだったら、本当に5万前後で全然買えるし、もっと安いのもあると思うし、うん、最初は、 全然安いのから、取ったこともないわけだから、な何かしら取って自分の声聞いてみるっていうのはいいと思うけどね。あとは機材屋に行ってマイクの聞き比べしたいって言ってね、コンデーサーマイクの聞き比べしたいんですけどとか言って、今あるマイクあのおすすめありますかとかっていうのも一つの手なんじゃないですかね。うん、30からはラップは始めるのは遅いですか遅くないですよ。これ前回も言ったけどね、年は関係ないです、えー。曲取りたいんですけど何から買えばいいか分かんない。リリック活動 コツねうん俺はもうどん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 こう最初に言いたいことが出る場合もあるし最初にライムが出る場合もあるし音に合わせてね雰囲気あのフローからねなんかこういう風にやろうって言って入る場合もあるし本当にいろんなパターンがあるんでああそんな甘くないと思って諦めちゃったみたいなねことありますけど確かに。 うん、甘くはないからねやっぱあんまり舐めてラップやってほしくないっていうのもあるしうんかといってね踏み出すこともできないでなんかねうんどうしたらいいか分かんないってなったらなんか可能性あるんだったらねちょっと背中を押してあげたいなっていう気持ちもあるしサイファーへ行ったり音源も少し作りました他は何から始めればいいでしょうかそれ続けた方がいいと思いますねうん。でみんななにに伝えててみんなに聞かせて みんなの反応を聞いてどうしたらいいかみんなに聞いてみたりとかね自分でもっと良くなるためにはどうしたらいいか試行錯誤みんな一緒じゃないですかねそれしてると思いますよ、うん。MC バトルをしたいんですけどどうやったら上手くなりますかうーん俺もそんなに上手い方じゃないからね偉そうなことは言えないんだけどやっぱりうん実践じゃないかないっぱいバトルしてどうしたらお客さんが湧くかとか相手がグッとなるのかとか。 そういうことはやっぱ経験していくことじゃないですかね。ああ、なりたいと思いましたが、ガチガチの不良でもないので、インパクトが弱いと思ってやめましたって言ってるやつもいるね。なんか別にガチガチの不良じゃない人の方が多くない俺も別にそんなガチガチの不良って思ってないし、自分のこと。もちろんね。ただストリートだしっていうのはあるけど、俺はね。うん。全然いろんなラッパーいると思うし、うん。 それでやめるっていう理由にはなんないんじゃないかなとは思うけどね。ああ、ビートに乗せんのってどうやったらあんなうまくできるんですかっていうのね。あのー、やっぱうまい人はうまいからね。うん。やっぱね、これね、生まれつき持ってるものっていうのは、このリズム感とかっていうのは絶対あるとは思うし、ただね、あの練習するとやっぱできるようになるんじゃないかな、みんな。うん。ある程度のとこまでは。うん。ちょっと早口にね、ダダダダ,ダってやったりとかさ。 レコーディングをするパソコンも技術もなくあるのがリリックだけもうかっこいいじゃんそれねいいんじゃないの少しずつ必要なものをゲットしていけばいいんじゃない音源聞いてサイファー言ってて足りないと思ってます何をしたらかっこよくなれますか歌詞も書いてみたらどうなのかなその曲にしてみるとかね録音してみて自分の声聞いてみるとか始める時の不安を乗り越えるにはどうしたらいいですか なるほどね、これ一人で自分で家で歌ったりとかできないのかね誰にも聞かせないでまだ自分で携帯で撮ってみるとかさそれも恥ずかしいのかなそうなってくるとちょっと俺もお手上げなんだけどうんとりあえずバトル出てみるっていうのもね一つのその人前で歌うこと自分のラップを披露するっていうのもねあの場だからいいんじゃないかなと思うけど曲作る時って歌詞からですかメロディーからですかこれね両方あの出てくる場合があるんだけど うん、だから歌詞がもう先にできちゃってて、まあ、ある程度歌詞ができてる人ってあのラップになってるはずなんだよね。それとも全然歌詞だけがもうあのリズムがなくできてるんだったらやっぱそこビートを決めてはめていかないといけないよね。それに合うビートっていうのもあるかもしんないけど。うんあの 歌詞からもメロディーからもあのいろんなバージョンがあるんであのリリックの書き方。でも最近はやっぱビート決めてからっていうのが多いかな。うんビート決めてある程度気持ちいいフロート、あのー、キー探してじゃあここら辺を、あのー、目指して言葉入れてこうっていうふになってでまあ言いたいことなのか。 ライムなのかちょっとそこら辺がね、あのー、何パターンかあるんだけどそういう風に作っていくかな俺は、えー。音源作りたいのですがレコーディングスタジオとかなくてどうすればいいですかねもう検索すればいっぱいあるからねこれちょっと検索してみていろんなあのスタジオ行ってみてほしいけどね、うん。だからたどり着いた今キャリーとかねこう差し込んでくるやつもいますけどね今キャリー是非聴いてくださいね。 即興でイン踏めないです。頭の回転が遅いってことですかいや、そういうことじゃないと思うんだやっぱ訓練だと思うんだよね。うん。あ音源の方で頭がこんがらがってきます。うん。全く関係ないですが、居場所に救われました。あざす。こちらこそねえ、たまに差し込んでくるやついますね。歌詞の書き方がわかりません。うん。えっとね、基本ね、あの、 16小節まずは16小節書いてみればいいと思いますよ。4小節でもいいから2小節もいいからね。これも前回の動画で言ってるんで。うん。ラッパー憧れるけど自分の滑舌が悪くてどうやったら滑舌よくするかがって言ってるけども滑舌はあんまり関係ないと思うんだよね。うん。俺もちょっと悪い方だと思うんだけど、うん。あんまり関係ないと思う。滑舌は。あんま言えてないし。うん ラップを歌うのは好きです。でもフリースタイルは苦手です。うん、そういう人いっぱいいます。えー、音源作ってどうなったらライブ呼ばれるようになりますか、まあ、やっぱその音源が話題になったりとかね、まあ、ビデオが回ってたりとかっていう今感じなんじゃないですか人気がある人たちっていうのはね。えー、と、曲作りたいですけど、どうしたらいいかわからないし、ラップ歴が少ないです。うん。なるほどね。音に合わせては韻がすぐ出ないです。 ね、結構もう言って答えてるのが多いかなミックスがうまくいきまくきせんってのあるねこれ結構もうミックスっていうのはあのまあ声を取ったりとか音を作った後にその音をなんかちょっとあのお化粧みたいな感じなのかなあのこう作り込んで良くしていくっていう作業があるんですけど、うん、それがうまくいかないっていうのはこれもう本当あの専門的な話なんでね 俺もねミックスはそんなにあのー、専門ではないからお願いしたりするっていうこともあるし、まあ、ある程度あの今のねラップダイヤリーとかそういうのは自分でミックスしちゃうけど基本的にはやっぱお願いするかなミックスの得意な人にうん今からねミックスを超習得するっていうのも相当な時間がかかると思うしねもちろん俺も少しずつやっていきたいなとは思ってるんだけど卓録するには何買えばいいですか なんかほんとピンキリだからね、これ。うーん。だん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 いいものにしていくでもいいと思うんだよね。今だったらなんかすげえフルセットで安いのあるんじゃないかな。ちょっと検索したらでも出てくると思うよ。事務所などに所属せずに曲などを制作し、CD や iTunes で稼ぐことって可能ですか全然可能だと思いますよ。機材とかなくて、とりあえず YouTube のフリートラックでやってるんですが、どうですか全然いいと思いますよ。機材を買うお金がない。うん。 俺はもうローン組んで買ったりとかしたからね。そこら辺は自分で考えてほしいけど。歌詞作成はよくするのですが、なかなか録音すると気に入らなくて終わっちゃいます。うーん、そっかそっか。でもそれの、もう本当に繰り返しだよね。曲作りなんて。ただね、やっぱり一つ思うのは、今の自分は、今まで生きてきた自分のこう集大成なわけだからね。そういう意味で、あの、自信を、 持つっていうかもうどうしようもないじゃんっていうね今までやってきたことの積み重ねで今の自分があるからでそれを吐き出すだけみたいなね俺結構そういうこと DJ 本田さんに言われてああなるほどなーって自分に自信が持てたっていうのあったんだけどねあ何からしたらいいかじゃなくて、えー、と自分の実力で本当に食べていけるのかが心配ですとなるほどね あのね、もちろん食べていけたりとかするぐらい売れてラップでねいろんなことができたらすごい素晴らしいことかもしれないけどあのー、食べていくとかそういうところじゃない部分でラップとの付き合いみたいなのっていうのも全然あるんでそういう人たちもいるしうんそこらへんもすごくね重要だとは思いますよ。うん。 どうしてますか、うん、でもずっと考えて出てくる場合もあるし一回ちょっと忘れてでもう一回あのさあやろうってう時に出てくる場合もあるねいろいろあるよね友達からラップしてって言われると全くできませんラッパーになりたいのにスキルがないですうんこれ練習してないからじゃないかなと思うんだけどね兼業でラッパーって結構いるんですかねっていっぱい始めたいです世間に伝えたいこともかなりあります はい、初めて伝えてください。僕です、やっぱりストリートで経験を積むしかないんですかねいや別に関係ないと思うけどね、もうもはや。ただ、やっぱりそれが武器になるのは間違いないじゃない。うん、みんなもわかると思うけどさ、おその経験俺知らないし、お前すげえ経験してんなって思わされたら、そいつのことやべえなと思うでしょ。それは一緒でしょ、ど,のどんな世界でもね。 それはストリートなのか何なのかっていうのはね別として路上ライブしたいけど機材もお金かかるし腕前もそれほどないから先が見えませんだから機材を買うお金を貯めて腕前を自信が持てるほどアップさせておけばいいんじゃないそっから路上ライブやったらうんこんなもんかなちょっとざっとあの答えたんだけどまあ今回ので大体答えたかな 前回の動画と今回の動画と見ればね、ある程度のことは答えられてると思うから、まあ、あとは分かんないことはちょっと現場に来てあの聞いてほしいかなあの。悪ガキジムっていうのをね、あのまあ、渋谷とかで、えー、できたら週2とか3とかやりたいんだけど、最初は週1とかになっちゃうかな。うん、こ,こで定期的に みんなが集まってそういうのもできたり、まあ、フリースタイルのねあのフリースタイルをみんなであのやったりとか、まあ、バトル形式でやってみたりとかでリリックを書いてみたりとかねそういうのをあのやって披露したりとかそういうのできるような空間を作りたいと思うんでね是非みんなでね来てもらいたいと思いますで今回そんな感じでありがとうございました Isso.